はい、じゃあ次の質問いきます。お名前が BB さん。お、ああバボちゃんクラブハウスを活用しましょう。確かにね、しましょう、はい、話しましょうか面白いよね、うん、あそうそう、あのたけしコーチは招待されてない。いやいやいや、たけしコーチ、中原コーチがあの招待しようかしきりに言ってましたよね、最初の頃。やってんのとか言って、で断った。なんかいやまだアプリ入れてないんですよねみたいなんで。ああそういうこと。そうそう、それでですよ。拒否。あそういうこと。いや拒否とか最初中原コーチがしきりにあの誘ってましたよ。どうやらないのとか言って、僕たちがあのやったよね、はい、やった時にリョータ、そうそうそう、どうなのスメコーチとか言って、あいやアプリ入れないといけないですよねとか言って、そうよとか、いやまあみたいな、それを多分 2回ぐらいやりましたよ。あんまり乗ってこなかった。乗ってこなかった、乗ってこなかったから誘われてないみたいに言うんですけど、誘ってますよ多分中原コーチ。うう2回も誘ってますよ僕の前で。ありがとう、覚えててくれた。まだアプリ入れてないっすよねって2回ぐらい。ちょっとバボちゃんと一緒になんかやろう。そうですね、うん、はい、はい、次の質問、これはヨウさんでいいですかね。本当ね、うん、はい、うん、質問が6ゲームは体力持ちません、体力つけるには、うんうん、勝てない、体力つけるには。いっぱい食べる。いっぱい食べる、うん、動く。動く。女性なのかね、男性どっちですかね、ちょっとこれ分かんないですね、まあ、女性っぽい事実ですよね。でも、うん、でもさ4試合ぐらいしてない。やってますよ全然。あだからどうなんですかね。いや4試合ぐらいしてるけど、うん、その持たないっていうのは一個一個が一個一個があれなんです。そのショットが落ちてくるのか、うん、体力つけるにはだから練習でちょっと強度上げるとかしかないっすよね、うんうんうん、どっちが得意なのかね、ボール打ちながらの方が得意なのか、うん、こう黙々と走れるのかとか、ね、だからトレーニングができるのか、うん、どっちでもいいけどね、うん、どっちでもやっぱり、まあ、筋力つけると、ね、それはそれで今のだから今8で打ってるのが6とかで打ってたらちょっと楽になるし、うんうんうん、ね、うん、ね、まあ走るか、走るか、まあ、大人の人だよね。大人だからやっぱり週に2回ぐらいしたいよね、うん、週に2回できたらいいね、うん、で土日に2回じゃなくて、あちょっと間3日に1回とか、うん、でトレーニングも、まあ、3日に1回でも、うん、2日に1回でも、うん、なんかやること変えて、うん、トレーニング飽きないようにというかこう筋肉が回復するように。あ回復するように、うんうん、トレーニングもした方がいいですよね、うんうんうん、確かに、ね、しっかり食べて、はい、週に2回以上トレーニングして、うん、トレーニングの詳しい仕方はまた聞いてもらったら、うんうん、なんかベッキーコーチとたけしで一緒にトレーニングできる、ね、お上げてるじゃん、うん、それ見てもらったら一番上げてもいますしね、うん、インスタ、インスタでも上げてます。僕はインスタでも他になんか YouTube でもチラチラと。ああそうかそうか、ね、YouTube このちゃん、あの、うん、研究所か、うん、テニス研究所、そうだ、ね、西丸トレーナーと一緒に、うんうん、ぜひそちらの方でちょっとまた見ていただいて、よかったらトレーニング来てもらったらなと思います、はい、では今回はじゃあこの辺で、はい、はい、まだまだあるんやけどな。そうですね、ちょっと時間がなくなってきましたので、はい、ちょっとまたあの分けて、やっていきたいと思いますので、はい、はい、ということで、今日はベッキーコーチありがとうございました、はい、はい、また来てください。
ぜひ、ぜひ読んでください。はい、これは武志と中原2人の体なの？そうですね、今んとこそうなって、今んとこね。いや、ベキコーチがいやもう毎回来てくれるんだったら、そうですよね噛み合えばね、噛み合えば、うん、噛み合えば僕も来ます、いる時はね、うん、じゃあ2人で頑張ろうまずですね2人質問にね質問、はい、はいはい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、はい、T スタイル26のたけしコーチと中原コーチと白津です。はい、じゃあほな、さよなら。もう一回もう一回声で締めとく。はい、はい、じゃあほな、さよなら。はい、失礼します。最高、ありがとうございます。